あ、ピュアブルーはいの青木純社長です。ちょっとやめてもらっていいですか。はい、ちょっとだけお話があるんですけど。どんなお話ですか。それはちょっとまた中に入って中に入ってから、はい、お願いします。はい、こんにちは、純です。カメラマン山ちゃんです。はい、今日は山ちゃんの持ち込み企画。はい、そうなんですよ、はい、まあちょっとね、はい、冒頭なんだみたいな茶碗みたいなそうだね、ありがとうございます。なんかいろいろなんかね、ちょっと需要があるかどうかわかんないんですけど、最近こうリンゴルフを最近、まあ、新たにリンゴルフを見てくださってる方とか、なんか私のこともそうだけど他の女の子もどんなこう子たちがこう出てるんだろうって多分わかんないで見てる人とかもこう多いと思うので、本当にこう需要があるかどうかわかんないんですけど、まずはちょっと私からこうどうしてゴルフ始めたとか、今どうやってゴルフライフを送っているかとか、なんかいろいろお話をできたらいいなと思って動画を撮っております。はい、まあね、今回はせっかくお店に来てるんで、そうですね、飲んだり食べながらして、はい、はい、まあいろいろ純ちゃんのことを僕も聞けたらいいかなと思ってるんで、はい、はい、ぜひその辺を楽しんで途中から多分酔っ払ってきてやばいことになるかもしれないんで、そう、事故るね、そうなったら終わり終わり、強制終了かもしれないですそうですね、プツって切れちゃうかもしれない頑張ってお話ししていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。このぐらいが見えるもんね。はい、いい感じです。じゃあこれぐらい映るもんね。いただきます。乾杯。乾杯。まあ最初は結構ビールを飲みます。結構ビール飲みますね。美味しいな。まあれですよね、純ちゃんと僕が知り合ったのは7年前ぐらい、まあ、結構前ですよね。私が本当にゴルフ始めた間もない時ぐらい、多分ね、インスタもね、うん、なかったんじゃないかぐらい。ああそうかも、あったかなかったかみたいな、多分フェイスブック、フェイスブック時代。そう、コンペでたまたまなんか毎回お会いして、ね、はい、なんかお互いなんかいるなみたいな、まあ、そうですね。でまあ今こう私も会社を立ち上げて、まあ、リンゴルフをこうやっていくっていう中で、まあ、ゴルフずっとやってる山ちゃんにお仕事をお願いしてるって感じなんですけど、はい、どうぞ。私がゴルフを始めたきっかけは食べましょう。はい、食べてください、山ちゃん。ありがとうございます。まあ、私もともと普通に会社員だったんだけど、その会社員の時の上司が、まあ、ゴルフやったらって言ってくれて、まあ、それで始めたんですよ。で最初は楽天で2万円のハーフセットをポチって普通にやって、でそれで家に届いて始めたっていう感じですね。でもね、最初は都内にいなかったんで、私群馬にいたんですよ。私の総合職だったから、うんとかすんとか言ってよ、うん、サラダ食べてるから。あ、そっか、うん、なんか総合職だったんで、まあ転勤族っていうのなんていうのわかんないけど、で群馬でやることなくて暇で、じゃあゴルフするかってことで始めました。うん、どのくらい練習してたんですか、最初の1年とか。最初の1年は正直ね、全然そこまでゴルフ熱が上がらなくて、年に1回ゴルフ行くってぐらい。そうで、練習とかもそんなにやってなかったかな。で2年目から、まあ、やろう、ちゃんとやろうと思って始めて、でまあ気合い入れてからは週2ぐらいでは打ちっぱなしに行ってたかもしれない。そう、近くにあったんでね。なんか今めっちゃうまいじゃないですか、あの、まあまあ、赤も白も70代ですもん、ね、そこそこぐらいじゃないですか。最初に100切ったのって始めてからいつぐらい。100切り、赤 T で100切りする前になんか102とかって、まあ、フェイスその時はフェイスブックだったんだけど、102でしたとかって投稿すると、どうせ赤 T でしょみたいな
みたいな確認がコメントに入ってあ確かに確かになんか あるよねなんかその赤でしょとかそうっていうのがあって、うん、あ何なんだろうみたいなあそれがよく分かんなかったみたいななんかいや同じ T だったらいいのみたいなちょっとカチンときちゃって、はいはいはい、で赤 T で100切る前にもうレギュラー T に移行してでレギュラー T からやって、まあ、ゴルフ始めて丸2年で100切りしたっていう白 T からねなるほどっすねそうだから赤 T も100切りは分かんないんだけど、まあ、白 T の100切りは丸2年あ覚えてるんですねそう丸ちょうど2年、うん、まあでもねそしたら赤もそれぐらいでは切れやってればねしかもね、うん、小玉おおなんかなんか某チャンネルでよく最近聞くそうそうそう某チャンネルでよく撮影とかしてる小玉でこれね小玉って本当にレギュラーティーでも結構ね距離あるんだよね多分、うんうんうん、そうでも私はその小玉で白 T から初めて100切りを丸ちょうど2年1、2年ぐらいの時にできたっていう感じです、うん、ああなるほどっすね、うん、じゃあでもそこまでは週2回ぐらいいや行ってたかも本当に、うん、本当にねなんか群馬で本当にやることないの、うん、こうやって飲みに行くこともないから仕事終わって家帰ったら5分で着いちゃうのね、うん、だから9時にあまあ8時8時仕事終わっても8時5分に家に着いちゃってやること本当ないテレビ見るぐらいしかで練習場も5分ぐらいとかやったから、うん、練習場行っても仕事8時で終わりました8時5分練習場着きます1時間練習しても9時には家に着くというまあ都内ではなかなか難しい、まあ、群馬あるあるかもしれないけど、まあ、田舎あるあるかな、まあ、すごいいいところでゴルフを始められたから、うん、結構クラブに行って練習できたかなって感じ、うん、アプローチがすごい上手いイメージがあって、うん、それもやっぱりその時にちゃんと練習そう、その時もなんかこう練習場に上手いおじさんって何人かいて、うんうんうんまあ、現地で経営してる社長さんとかってほぼ毎日打ちっぱなしにいるのねああなるほどなるほどそうで私みたいな24、5ぐらいの女の子っていないじゃない、うんうん、だからすごい目立つじゃん私も結構練習行ってたから、まあ、そのおじさんたちがこうアプローチとかこう練習してんの見てあなるほどこうやって練習するんだと思って練習したりとかなんかもうちょっとこうやって打つんだよっていうアドバイスとか結構くれたから、まあ、それで覚えたっていうのはあるかもしれない、うん、でめっちゃ練習したアプローチは本当にそうだそれがなんか今に生きてる感じがすごいするなって思って、ねね、今やっぱ練習ってなかなかこう時間がないじゃないですか、うん、だからその昔やってたやっぱこう、うんまあ、フルショットよりもビジネスゾーンみたいな、はいはい、ハーフショットみたいなところが大切って言われてるから、うんうん、多分そのアプローチをすごいやったのが、うん、うん、やば結構ね、本当にアプローチだけちょっとも前もその話聞いて、うん、すごいストイックだなと思って、うんうん、そんなにこうストイックになれるのは、うん、なんかこう、学生の時に部活とかうん、やっててもうちっちゃい時小学校1年生の時は実は草野球っていうの少年野球少年野球え女子じゃなくて女子だから少年混じってそうあ知らなかったっけ知らなかった初めてですあそっかそうお兄ちゃんが野球したから朝6時に起きてさ長い靴下を履いて行ってたの本当に嫌だった、あ嫌だったのいつも寝坊して朝から「ええ」って言いながら自転車の嫌だよって言って、うん、そんでフライとか下手だから顔にくるドカンってやって痛いじゃんそれ痛いよとかいうのを小学校1年生の時はやっててそうで小2からバレーボール、うんうんうん、でバレーボールも、まあ、小学校でも結構強くって東京都で多分何位までいったのか6位ぐらいまでいったのかな小学校バレーみたいなで中学校で全国大会バレーボール出る中学校に行って全国大会出て高校はなんだ高校はね春高を目指して
やってて、全国大会なんで、でもギリギリ行けなかったっていう、かなりね、もう厳しくスポーツというかやってたんですよ。殴られてたんでね、中学校で。今じゃありえない。今じゃありえない。今じゃありえない。返事が長かったらビンタとか。いや、本当に。でも僕もあれですよ。あの、卓球やってたんですよ。負けたら走らされてました。そうでしょ？もうそういう厳しい時代に実は育っていたんですよ。こんななんかチャラチャラした感じですけど。すごかったですよ。もうその時は、まあ、もうちょっと写真出てこないと思うんだけど。実家帰らないとないけど、もう眉毛にかかんない前髪と耳出しだったからね。あれもあるんだ。あれもすごい厳しかったんですよ、中学校の時はね。ポジションでどこやってたんですか？私はレフト打ってたんですよ、バーンって。ほほほほほ、スパイク、スパイク打ってた。はい、ここはちょっとあの隠れ家的な感じで、あのお店なんですけど、ハムカツが美味しいってことでハムカツ頼みました。どうですか、美味しそうですよね。テレテレプロパン動画、動画好きなんだよね。YouTube 何見ます？あとね、プロタンさん の, あの食べてる動画結構好きなのよ、うん、作ってるのくだらない感じが超好きで、と、そうだなあ、とね、たまにゆゆうたさん の, あの耳コピで、多分ライブ配信なのかな、ライブ配信中は見てないんだけど、耳コピしながらこう弾きながらやっていくのが結構好きで、あとなんかテンチムさんとか、まあ有名どころの面白そうなやつをちょろちょろ見てるって感じですかね。ヒカル、あ、ヒカルさんとかもラファエル、あ、うん、そうね、とか最近はその見てて面白いなっていうか、くだらなくていいなっていうのは本当プロタンさんとかゆうたさんの耳コピの凄さとかとかかな、うん、で、なんだっけ、あ、スポーツね、そうそうそう、すっごい厳しいところで私やっぱやってたんで、多分、うん、そう、挨拶もね、もう爪が見えただけでも挨拶しろみたいな、誰か分かんなくても挨拶しろって、だって挨拶されてないって言われたら怒られるから、うんうんうん、もしかしたらあの人はそうかもしれないって、先輩かもしれないと思ったら挨拶しなきゃいけないっていう、間違えてもいいじゃんっていう、でも挨拶しなかったら怒られるから、そういうのとかすごい、すごい、そう、上下関係もめっちゃ厳しかったし、でもなんかさ、そういうところにさ、うん、当時はさ、そのまあ厳しいなと思ったりさ、まあもちろんさ、うん、その分からないから、うんうん、なんかそれが当然のように感じたりもするけど、うん、なんかそれがやっぱり社会に出て、うんうんうん、なんか根性というかガッツみたいなのが、うん、生きてるんじゃないかなって、まあ、うん、確かに、まあ理不尽だったと思うけど、まあ、理不尽で良かったなって思う、うん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 、まあ、今も理不尽というか、なんていうかな、でも全然理不尽でよくって、理不尽をどう生きていくかっていうのがなんか私は結構楽しくてやばいやつだね。 M ですか？そうなのかな、 S かと思ってたらそうなのかな。まあストイックで、あの、うん、そうね、やっぱ結果残すために何するかって言って言って始めたのがゴルフだから、うん、そう、バレーボールはやっぱ団体だったし、ミスした時にあのミスがとかあの時のってなって、こう誰がミスしたみたいになって人のせいになっちゃう可能性があるから、なんかそれはすごい嫌で、結局大学も続けなかったんだけど、まあ、続けなかった理由はそれだけじゃないけど、なんかでもゴルフって本当全部自分のせいっていうスポーツだから、すごいいいなと思って、練習も一人でできるし、コース行ってもスコアは自分のせいだから、めっちゃいいなと思って、わかる、なんかこうハマってったかもしれないかな、なんか自分でこう戦略を立てて自分で選んで、まあ良かったこともミスしたことも全部なんかまあ自分に返ってくるっていうか、そのそれが楽しいですよね。そう、やっぱ人の団体競技ってあの時のあのってなっちゃうから、やっぱりどうしてもなんかね、で絶対あるから、でもそれって考えないにしよう、多分みんな思うんだけど、でもやっぱ負けた時とかそうなっちゃうから、それがやっぱすごい嫌だったんだよね、やっぱそうね、そう、そういうのはあるから。なるほどですね。そう、ゴルフすごいいいスポーツですよ。スポーツっていうか娯楽、うん、こちらを食べてください、うん、おすすめ、うんうん、でもサラダがめっちゃうまい、おすすめの
多分ね。もうめっちゃうん。うん。うんふん。ゴルフの、うん、まあ初心者の時と、うんうん、まあちょっと遡ってスポーツの話、うん、して、うん、社会人時代にリンゴルフ出たの。うん、あ、そう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 。そう、うん、あんまりそこ実は知らない。気づいたら純ちゃん出てて。なんかね、その時はまだ、ほんとインスタが、まあ、3年、2、3年ぐらいだったかな、多分インスタグラム2、3年目ぐらい、うん、あの、で、あのフォロワー1万人いる人が、うん、か全然いなかった時に、うんうん、私がすごいこうインスタ上げてたっていうのもあって1万人いたんだよね。で、多分ゴルフ女子で1万人いたのが多分5人もいなかったと思う、うん、ロギーで、まあ、その時その、まあ、心ちゃんが立ち上げたいってそういうのやりたいって言って、まあ、話を多分いろんな人にしてて、うん、で、共通のゴルフ仲間からあの紹介したいっていう感じで、で、ご飯に行ったのがきっかけっていうか初めて会って、うん、で、今こういうことしたいんだよねって言ってたのがリンゴルフ で、うん、で私は会社員だったし、まあゴルフでお金稼ごうと全く思ってなかったから、まあなんか手伝えるんだったら手伝うよって言って、まあ、最初はもう、うん、本当にボランティアっていうか、うん、別にいいよって言ってボランティアで出てたっていうのが、まあ、きっかけ、うん、そう、私もだから会社員辞めるつもりも本当なかったから、そうですね、うん、多分辞めるつもりなかったんで、うん、なんか不思議な感じではありますけど、あの時、あの時のあのことを思い出すと本当に本当に本当に、うん、で、まあ、土日しかその撮影できないから、うん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 、まあ、なんかスケジュール合えば行ってみたいな感じ、うん、で多分1年ぐらい私会社員だったんじゃないかな多分、うん、そうだね、もうちょいやってて1年半ぐらいは多分、2年もいかない、うん、会社員の状態で多分、うん、リンゴルフ出てたのかな。そうなんですよ、ですから結構いろいろリンゴルフといえば、まあ僕はほら、うん、最近だから、うん、ああそうね、そう見てて、うんうんうん、山あり谷ありみたいな、なんか波が、まあ、まあそうね、まあやっぱ体勢が変わったのが去年、うん、去年の、まあ、今頃、今、あ、じゃあちょうど1年ぐらい、4月だよね。まあでも言ったらその前ぐらいからはまあなんかこうごちゃごちゃしてたと思うんですよ。ココロちゃんがご結婚されて、うん、出産、うん、して、うんうんうん、まあ、卒業を発表して、うん、でリンゴルフオープンもやってっていう、こうメイン MC がこうね、どうしても卒業しちゃって連絡なったか、まあみんなで本当にこうまあ試行錯誤してるっていうか、ボタボタン、うん、どうするみたいなところはあったと思うけど、なんかその前の体制の時にこれすごい面白かったっていうなんか動画とか、なんか記憶にあるやつ、前の体制、まあそれで言うとやっぱサバイバル、リンゴルサバイバルじゃないですか。リンゴルサバイバル楽しかった。私はやっぱプレイしてる側としてはやっぱその勝負事みたいな感じになるからすごい楽しかった。うん、うん、かな、まあ、全然関わってなかったから企画に関して。うん、そうだよね、うん、あの時は演者さんって感じですもんね、うん、で今って結構これ多分、はい、視聴者さんも、うん、知らないというか結構知らない方多いと思うくて、視聴者さん以外にもあの僕お会いしてお話するときに、うん、リンゴルフの組織が、うん、あそう、あの今どうなってるのみたいな、だからその宮下さん、うん、辞めちゃったんだよねってところまで知ってるけどみたいなのがあって説明してるんだけど、うん、まあ、ほら竹内さんが、うん、まあ、オーナーで、うん、竹内さんに代わってあのうちの会社で業務委託で制作、企画っていうか、まあ、運営とか、まあ、いろいろをやっていて、兼、まあ、その自身も演者をするしいろいろやってるっていう、まあ、当初そういう予定じゃなかったんだけど、まあ、今はそういう感じで動いていて、まあそうね、プラス、まあ、なんか営業活動も私が
私もするしみたいな、うん、会社として会社でやってるっていう感じかな、うん、あ今は株式会社ピアブルーで制作を、はい、そうですねしてます。そうです。でこれも説明すると、うん、なんか純ちゃんの会社ってゴルフ関係なんだってこう思われる方も取引先さんだと思って、まあ僕はあのその都度ちゃ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 なんですよってちょっとそこをご本人から確かに、まあ、私の会社員辞めて1年あ半年ぐらいは、まあ、なんか会社を立ち上げようなんて全く思ってなくて、本当に個人事業主で半年生活してた、うん、ね、いろんな人からも会社にした方がいいよとかいろいろアドバイスとかいただいてするかと言って始めたのが何年これ18年、そうね18年に会社を立ち上げて、でもその時は、まあ、ゴルフの仕事は全然するつもりは、まあさっきも言ったけどもともと本当になくって、実際今もメインの売り上げっていうかもう全然ゴルフ関係ないのが9割8割9割ぐらいだったのかな。インフルエンサーそうマーケティング、そうメインはインフルエンサーマーケティングで、まあ化粧品とかサプリメントとかの PR をするっていうのが、まあ、今メインの仕事ですね。はい、ゴルフは何だろう、やっぱできれば趣味でやってたいなっていうところはありますけど、まあ今はやっぱりこう仕事になってるので一生懸命頑張りたいなと思ってやってますけど、うん、まあ、でもなんかさ、そのインフルエンサーマーケティングってキャスティングっていう、うん、のと一緒ですよね、うん、そのまあクライアントさんがいて、うん、宣伝 PR してほしいってなって、敵のインフルエンサーさんを起用する、うん、まあ、キャスティングする、うん、ただそのディンゴルフも結構キャスティングに近いかなって思ってて、うん、まあ、この前ボイスキャリーさんの時とかも、うん、そのどういう人を演者さんにしたら、うんうんうん、いいかね、いいかっていうのって結構キャスティングかなと思って、うんうん、そういうのもひっくるめて、うん、やっぱ純ちゃんの会社だから、うんうん、あのさやかちゃんとか、うん、松本一生とか、うん、出てきてくれるのかなと思って、うんうん、うん、だと嬉しいですけどね、うんうん、だからなんかこう、まあ、いい動画を作るためにいろいろな方をこう、まあ、キャスティングって表現っていうか、まあ、出てもらって、うん、あのみんなに楽しんでもらえる動画ができたらいいなと思って、うん、確かにそうそう、僕もそう思ってそうね、なるべくいい動画作りたい、うん、ちょっと一回お酒飲むんですか。うん、はい、どうぞ。ハイボール行きましょう。ハイボール入ります。でも本当にこうなんだゴルフしてて本当良かったなと思うよね。つながりとかやっぱできてるのは本当にゴルフのおかげだし、あの群馬時代私が5年間群馬に住んでたと多分みんな思ってないと思うけど多分ね、港女子とかで、ね、言われるからね。本当にそうだね、逆パターンだけどね、群馬にいるときに知ってるから。あ、そうだね、そう、あの群馬生まれなのかなって思ってた。あ、そう、都会の人だったんだと思ってそうそう、もともとそうね、新卒1年目から5年目までは群馬に行ったから、そう、群馬の人だと思われてる、うん、その時出会ってる人はね、うん、でも多分今の人は港区女子だとか言われるけど、私はもう全然もう1年目から5年目の5年間群馬に真っ暗な道路をもも上げて走ってたんだから全然意味わからないでしょ下よりガタガタなのよ、うんうん、下よりガタガタ、本当に平らな道じゃないのよ群馬は群馬の人に怒られる。ハイボール、あ、ハイボールしました。おしゃれなグラスですね、ハイボール。ジョッキってイメージだけどね、ハイボール。いや、ジョッキはちょっとダメよ、ジョッキのハイボールきつい、これは分厚いし、やっぱ飲み口薄いグラスじゃないか。私しかもさ、何やってたのとか言って結構びっくりする人いるじゃんね、前の会社で。なんか、あ、しっかり働いてたんだみたいな感じだよね。そうだよね、そう、そう、その業界では多分一番大きい会社だから、
もう名前言ったら分かっちゃうんですけど、そこで商品開発やってたから、でもそんなイメージあった前、あ、でも知ってたから。ん？何が？その最初会った時から、うん、その私がそういうの開発してるみたいな。あ、いや開発してるイメージはなかったですけど、うん、テキパキしてるなっていう、なんかこの人なんかこう仕事できる人だなっていうのは結構仕事雑だからでもほらはっきりしてるじゃん。まあはっきりしてる。そうそうそう、でシンプルだから分かりやすくて、うん、ああよかったです、うん、よかったです。山ちゃんとはねなんか結構相性合うもんね、うん、これねでもダメな人もいるのよ。ふわっとしてて分かんないとか、ダメ、もっと私の指示がもっとこうなんていうの、順序立ってないとダメみたいな人もダメ。メインディッシュです。お肉です。テレテレ。あの歌好きだな、入れてほしいな。ってとこですかね、なんか。ってとこじゃないですか。まだなんかあります？やっぱりこう客観的に見て、なんどうやったらそんなにうまくなれるんだろうとか。これ。そう。でそれかやっぱりこう、まあ、ルーツがあったみたいな、ちゃんと練習してたよとか。うん、その、まあ、そもそもね、うん、学生の時に、うん、そういうこうストイックに取り組んでた、うん、だからその目標を定めてこうやっていくっていう、うん、それがあったからこう短期間でうまく、うん、そうなったのかなっていうのも、なんか結構さやらないのにできないっていう人多いじゃん、うん、ゴルフとかも、うん、だって難しいじゃん、うん、なんでだと思う。やったらできるはずなんと思うんだけどね、ある程度は。なんでやらないのかなみたいな、私は思っちゃう。やればできるはずなのに、でもやらないからできないだけじゃない、うん、でそれをだってできないとか言われても、なんか上手くなる方法はとか言われても、やれば練習行ってくださいよみたいになっちゃう、私は。なるほど、うん、なんかさかのぼっちゃうんだけど、うん、前に聞いたやつ話で、うん、部活で、うん、頑張っても、うん、ああ、はい、頑張るためにやってるんじゃないみたいな、なんか余裕ながら、ね、言ってた。あれね、はいはいはい、違うの。なんか結局そう、ね、高校の時全国大会目指してやってた時に、まあこれ先生をディスっちゃうみたいな感じになっちゃう。まあ今だったら先生直接言うんだけど、あの時にその先生がね、勝たなかった、なんかこう、勝つためだけが全てじゃないと。そうそうそう、ね、でも、私は勝つためにやってたのねだからなんだろう、私は勝つためにやってたんだけど、先生はそれが気に入らなかっただけ、うん、一生懸命さが足りないと、うん、もう、一生懸命って何なん、取れないボールに転がって、わーとかやってピョーンとかやってやるのが一生懸命なのか、私はなんか勝つためにどうするか考えて練習したりとか、試合で結果を残すためになんかするかっていうのが一生懸命だと思ったんだけど、まあそれができない人も多分いると思うし、その伝え方で言うとね。だけどその時の先生は、まあもうすでに勝つことだけが全てじゃないと、負けて何も残らなかったら悲しいじゃないかっていう言葉をね、うん、まあ、これね、動画を検索すると出てきちゃう、テレビ番組があって、私に出てるやつがあるんだけど、先生そうやって言ってて、私はなんかその先生がそうやって言ってるのを、そのインタビューっていうか出来上がった動画を見て知ったんだけど、でもいつも確かに勝つためだけが全てじゃないって言ってたのね。うん、すごいこうもやっとはしてたけど、うん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 、待ってって、勝つためにやってる私が怒られて、一生懸命やってますみたいな、そのなんか一生懸命のやり方間違ってる人が怒られないっていうのは私はよくわからなかった、いつもっていう愚痴になっちゃったんですけどでしょでもね、なんかね、それね、いや僕まだなんだけど、うん、その勝ち負けはどっちかわかんないけど、その頑張ることに、うん、まあいいが、うん、ある、うん、でまあね、そうで負けちゃった時に何も残んないのは嫌じゃないかみたいな感じのニュアンスで、うん、多分
言ってるんじゃないかなと思って、うん、けどなんか私的にもうなんか負ける前提みたいな話をしてるのが意味が分かんなくて、その時一生懸命勝ちに向かってる時に言われる言葉としてはちょっと、私はだって怒られた理由はお前は試合に勝てばいいと思ってんだろって怒られたのいや何のためにやってたんだよ、ね、そうねそうね、っていうのはすごいあった。合宿連れていかねえとか言われてっていうのがあった、うん、っていうのがあったからっていう話。それは何、そうなんかそれが、あでもなんかこうちょっと その時なんかそれをね一方的に聞かされて、うん、いや俺もなんか頑張ることに意味あると思うんだけど、なんでこんなになんか あなんだろうな。でも今なんかその言われるタイミングはあると思う。まあそうねそうね、うん、なんかでも頑張るってだってさ、例えば、ね、寝ないで書きましたとか言ってね、レポート、うんうん、寝ないで書きましたって言って100字だったんですよ例えばだよ、でも本当に頑張ったんですって。いや分かるけど、なんかそれに頑張ったねっては言えなくない？そうねというこう矛盾が生じるわけよ、うん、そう、うん、そうそうそうっていうのは私はすごい食べなってば、うん、私この後品評会やられたら食べれる。そうっていうのはやっぱあったんだよね。私が怒られるのはよく分かんなかったその時。うんうんうん、うん、でもね難しいんだよね。なんかねアルバイトしてる時の社長が言ってたんだよね。なんだっけな、なんかそのできますって言ってできたのと、まあそれは100点じゃんだけど、できないですって言ってできたのと、うん、できますって言ってできないのとみたいな、うんうんうん、みたいなこと言ってたの、うんうんうん、それはどれが一番いいかみたいな、どれが一番いいかっていうか、でもさ俺できますっつってできるのが一番いいと思うんだけど、まあ一番はね。でも実際どうなの、その時はなんかでも、うん、まあできますでできるのは一番なんだけど、うん、なんかこうできますって言ってできないのも社長的にはありだって言ってたの。できますってできないのもありだ、うん、そうでしょ。けど社員なら、社員っていうかなんかその部下ならなんかその人はそうやって言うと、チャレンジだ、だから頑張りますやりますみたいなのを言う方がいいって言ってその人。私はなんかその時は結構納得できなかったけど、うん、あまあそういう考えの人もいるんだなって、うんうんうん、って思うよね、っていうのはあった。結構ね、いろいろ実際やっぱできますってできるのが一番いいでしょ。うん、私はなんか何も言わずに勝手にやっとし、もうさ、できるって超えてるんだから何も言わないでやってたらすごい。いやいや、でも私はできますって言ってできなかったら嫌だよね。いや、結局さ、え、じゃあいいよって言ってさ、本当かなって実は思ってるよ、本当かなとは実は思ってるけど、そうやってやられたら、うわぁ、死ぬのが一緒かって感じ。あのこうしよっか、こうしよっかってなるだけで、別にまあどっちでもいいけど、まあ、なんか頑張ろうとしたし、しょうがないかなと。うん、まあまあね、部下だったらそうかもしんない、うんね、うんうんうん、なんかこう、できますって言ってできないとカバーする人とかが出てきたり、うん、納期が遅れたりするじゃん。あ、そうね、だからなんかいろいろ遅れちゃうから、だったらなんか途中で、うん、やっぱすいませんって言ってほしいなっていうのはなんかあるかなっていう感じはするけど、難しい、まあ、人を育てるっていう意味ではまあそれはある、うん、あの頑張るというかチャレンジを評価する、うんうん、やらないよりはね、うん、そうね、まあ、ちょっと話が結構脱線してきちゃったので、ここでまあでも一旦結構喋ったから締めますか。まあ、今後のリンゴルフについてとか言った方がいいから、まあ、今後は今後でやっぱまあちょっと試行錯誤しながらね、うん、常にね、もう常にもう常にですよ、はい、なんかまあふわっとしてしまうところはふわっとしてしまっちゃってあれなんですけどね、まあ、頑張って動画を作っていきたいと思うので、皆さんチャンネル登録外さないでください。どうか備えてくださいっていうところで締めようかな。もう多分もうこれ以上撮っていたら私はただ酔っ払いで文句しか言わないみたいな動画になってしまいますので。
ここで一旦終わらせたいと思います。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。商品開発さしてたのさ、うん、世に出回ったってことでしょ。いや、もちろんよ。すごいね。足りないじゃないですか。みんな食べてたってことだよね。食べてる人はね。だし、やっぱその前の会社はさ、まあ一応開発すればほぼほぼ流通するの決まってるから。うん。毎日薄力で粉を測って味を確認して捨てて斜めで入れて作り。難しいよね。その要はチンした時にこういう味になる。あ、そうそうそう、ね、そこがすごい出来たてに負けないように頑張るみたいなのがあるじゃん。そう、なんかね、やっぱね、作ったら想像した味で配合を組むんだけど、できたら、え、全然違うみたいなのは全然あるんで。まあそうだよね。そう、そのままのを食べるわけじゃないからさ。だからでもね、考えた配合が、あ、来たとか思う時あるわけ、うん、あ、来た、もうこれは絶対美味しいみたいなって言って作るんだけど、全然ダメ、毎回今日帰れないじゃんって言って配合組み直して出てた。だからあえて選んでもらうためにまずいものを作ったりとか、うん、基本的には A と B どっちがいいですかってやらないと人って選べないよね。え、なんかこれも見たいとか言ってくるわけ、うん、だからもう言わせないためにこれが一番おすすめですけど、まあ、もっと下がったバージョンはこれ、もうちょっと上がったバージョンはこれってやらないと選ばないの、うん、もうそういうプレゼンをずっと社内でしてたから、このプレゼン能力は多分ついたかもしれないね。うん、これがやりたいんですよねって言われたら終わるわけ。ってもっといいのないのって言われたっけ。うんうんうん、いや、こういうの待って、こういうの待って、こういうの待って、まあ、今のところこれができそうですって言ったら、じゃあそれやろうってなる。なるほど。そう、それはいきそうだな。いけるよ自分に。そう、これはでも本当になんかね、これですしかない、決め打ち。え、でしょ、うん、で急に相談し始めるでしょ。それダメだよ。こういうのも考えてます、こういうのも考えてます、でもこういうのが今のところ一番いいかなっていう言い方しないと、なんか安易すぎないとかってなっちゃうわけ。いいの別に、もうベタベタなヤバいやつとかがあってもいいわけ。そうなの。でもこれを採用させるための必要なものっていうのは作んなきゃいけないし、提案しなきゃいけないのよ。これが必要です。ね、ボツを